どうも、としそうです。本日10月10日、10月9日は浅草ゴールドサウンズでコピバンイベントがありまして、今打ち上げを終えて帰ってきてシャワーを浴びた状況です。シャワーを浴びながらふと思ったんです。普通のことかもしれないですし、常識外れなことかもしれないんですが、僕は15日が給料日でして、15日まであと1500円の所持金しかないんですよ。それで15日まで生活ができるかっていうのを動画で残していければなって思い立って今動画を撮っております。余裕じゃねえかなって僕は思ってるんですけど、最近は飲食業もやっておりまして、ご飯は昼間は食べれるんですよ。あと自炊が得意なので、皆さんご存知の通り自炊が得意なんで、いけるかなって思うので、本日、日付が変わって9月の10日から5日間毎日どれぐらいお金を使ったかっていうのを報告していきたいと思います。はい、ということで、本日所持金1500円です。頑張ってまいります。冷凍うどんを湯がいていきたいと思います。OK です。今日は大豆で卵をいただきました。こちらを使っていきたいと思います。完成です。所持金1500円生活、夜食はうどんです。これね、薬味がいいんですよね。いただきます。
うん、本日2020年9月10日今は3時40分です。所持金が1525円です。これで給料日の15日まで生活をしたいと思うんです。ただ買い置きのもの、食べ物などがあるんで、おそらく特に問題なく生活できるのではないかと思います。今一人ごとエプロンというドラマの再現料理動画を作りたいんで、それの材料で前もって材料買ってたんですけれど、トマト缶だけがないんで、それを買いに行きたいんですよね。それを買ってくるので、あとはなんか節約料理を毎日作って食べていければなと思います。よし、頑張ります。はい、トマト缶と水買ってきました。これで、合計349円です。余裕だな。はい、ではこれから、料理をしたいと思います。はい、今先ほど、今ですね、ひとりごとエプロンというドラマの再現料理動画を撮り終えました。うん、これの編集は結構時間かかるんですよ。でも楽しくやっております。5日間1500円生活。まあゼロからじゃないんで、いろいろ、食料のため置きがあるので、それを出していきたいと思います。よし、僕は行く光の差す方へ。